一般に血圧は加齢とともに上昇します。塩分過多や肥満、運動不足やストレスなどを起因として徐々に動脈の弾力性が低下して硬化するためです。動脈硬化の進行に伴って血管抵抗が増加し血圧が上昇するのに加え、血圧調節のシステムが適切に働かなくなると高血圧を呈します。日本高血圧学会では、成人の高血圧を血圧の値に応じて1度、2度、3度に分類しています。高血圧のおよそ 90% は原因が明らかでない本体性高血圧で、残りが腎や内分泌、神経などに原因がある二次性高血圧です。高血圧の患者の症状は全身倦怠感や頭重感、肩こりなどですが、自覚症状がないことも少なくありません。しかし高血圧は重要臓器の障害を誘発してしまいます。まず第一に障害されるのは血管です。臓器内の血圧は主に筋型動脈の平滑筋の収縮、拡張力によって調節されています。高血圧が持続すると血管壁は全周性に拡張し、やがて内膜と中膜が飛行してきます。さらには中膜が壊死したり線維化が促進して血圧の調節ができなくなります。例えば心臓では冠動脈に高血圧性動脈硬化が起こり、全周性に内膜、中膜が飛行してきます。また末梢血管抵抗が増加するため心筋は強い駆出力を求められ、左室が急進性に肥大します。こうした病変によって虚血性心疾患や心不全の危険が高まることになります。脳では筋型動脈の中膜が薄いため、高血圧が持続すると動脈がコブ状に膨らんで動脈瘤を形成してしまうことがあります。動脈瘤が破裂すると脳出血やくも膜下出血を引き起こします。また高血圧を原因として脳梗塞、特にラクナ梗塞が発症します。さらに腎の血管も障害されます。この高血圧性腎症のミクロ像では細動脈に全周性の飛行が見られ、糸球体には毛細血管の線維化による変形が見られます。多くの細動脈と糸球体が障害されると腎硬化症や腎不全に進行してしまいます。高血圧の治療の目標は、このような重大な合併症の進展を防止し、生命予後を改善することにあります。